こんにちは、かんだまです。本日は久々にマネージャーさんに会いに来ました。元気ですか？元気です。ちょっと最近女子力から離れてましたね。最近やっぱ神田間劇場を見出した方は、なんでこの神田間劇場が始まったか分かってないんですよ。女子力向上のためです。絶対今彼氏作る気ないでしょ？ないよ。楽しいよ。そうですね。番組も長い間やってたら変わりますから。ちょこちょこ僕ら、ファンの方に還元するイベントをしてるじゃないですか。はい。次、どういうのがこう見てくださってる方が喜ぶんだろう。なんか、全員向けではないんですけど、YouTube のコメントにしろ、インスタの DM 返さないけども、量が多いから服の相談がすごい来るんです、すんごい来るの。靴何買ったらいいですか、身長低いんですけど何買えばいいですか。ちょいちょいファッションの動画出すたびにヒントは出してるの、私、なんでヒントかっていうと、人それぞれ似合うものが違うから。まあ、そりゃそうですね。そう、でもそうやって相談もらうのってネット上のメッセージじゃん。適当なこと言えないの。アパレルとしてプロとしてね。先生は本当服だけに関しては真面目ですから。真面目だよ。それ以外は全部適当。だからそういうネット上で適当に返事をしたくないと思った結果、募集して返信させたい。おすすめする服が違うと。違うし、何よりもその子がどうなりたいかって全然違う。みんなね、そこが分かんないから。そうやって文面でもらったとしてね、何に似合いますか、分かんないよっていう。まあ、そりゃそうだね。そう、ちょっと今熱くなりすぎてるけど、これは切れてるんじゃなくって、その質問が来ることで私も悩んじゃう。切れてるんですか？切れてないっすよ。私のことを知ってくれて、そうやって相談してくれるのはありがたいんだけど、見たこともないし、どういう服を普段着てるかも知らないし、どういう服を持ってるかも知らないし、身長も顔もわかんないから何も提案できないわけ。ネットでの返答ってマジで困っちゃうから、直接佐伯麗華ちゃんみたいな感じで変えちゃえば多分伝わる。神田間劇場変身企画、改造計画、匠の技がここに光る。でー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 、1時間番組になっちゃう。あげえよ。しかも同じような悩みを持った人が映ったとしたら、みんなあって思うでしょ。したら伝わると思わない？あ、もう顔映る前提。顔映すよ。例えば履歴書みたいな、普段の服装の写真とか、年齢とか、まあ、ここに住んでますとか、送っていただいて、事務所の方で厳正な抽選を行ったりとかして、佐伯麗華ちゃんがやったみたいなことをやると。やる。その人が住んでる地区まで行きます。ちょっと会社を巻き込んで。あ、そっか、会社にお願いして。会社にお願いして店舗。そう、その方が撮影しやすいから。そうかね、大人の事情来ましたね、先生。数人になっちゃうと思うけど。数人ですよね。それやりましょう。どういう先生に会いたい、見たいって人もいると思うんですよ。でそういう企画もやっぱ一個組み込まないと。それはね、いいのあるよ。女子会。大女子会。ごめんなさいね、女子会なんですか？私女子会しかしないもん、実際。わかる。女子会かオカマプラスオカマ。これでも僕言っていいんですか？いいよ、ヒゲ剃れば。ヒゲ剃れば。女子会特有の楽しさがあるし。そう、やりましょう。やりましょう。さあ、まあもうそんなことはどうでもいいですよ。いろいろな企画をやってまいりました。SNS 全部フォロワー数10万人、 YouTube 登録者数10万人。やはりこう人間はね、新しい目標がなければ前に進むことはできないんじゃないか。2018年の目標を決めさせていただけたらと。2018年の YouTube 登録者数、先生のトレードマークにもある笑顔を上げたいな、ニコニコしてたいな、25万人というのはどうでしょうか。でもどうですか、25ってニコニコ。ご褒美による。皆さん、これが神田麻衣という女性の交渉術でございます。海外でしょ。海外。え、でも大丈夫、アメリカとかヨーロッパって言わないから。美味しいものが食べたい。美味しいもので近い海外ってなったら、イコール韓国みたいなのもありますね。あるんだけど、韓国は自分で行っちゃう、友達とから。千と千尋の舞台とかあるでしょ。神隠し。台湾。あー、美味しいという噂は聞きますよ。え、噂じゃないか、絶対うまいから。じゃないと千と千尋でお父さんがあんなバカさ食わない。お願いします。それで頑張る、25万人頑張る。目標達成できたら、台湾食い倒れの旅。素敵。しなく
かった時罰ゲーム。でも多分視聴者の方もブリブリっていうのを多分思ってる。私もブリブリ以上のものはないと思う。ブリブリの服を着てカメラの前に映って何かしらをするということでよろしいですか？何かしらって何？僕もね、いつか先生にね、ブギブギな格好させて何かさせようと思ってずっと温めてる企画がいくつもあるんですよ。怖い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 。着るだけで終わりでいいかな？いやいや大丈夫です。え、全然いいよ。着るだけで十分罰だもん。着て何かするみたいなの罰すぎるでしょ。大丈夫、地獄だよそれ。大丈夫、罰じゃなくて。僕もなんかブギブギな服装着るんで、それごめんだけど、それは誰も求めてない。ブギブギな服着るだけじゃやっぱもうパンチが弱いです。ブギブギな服を着て何かしてもらいます。俺もすごい企画温めてるんで。何？なんでそうやって煽るの？なんなん、全然面白くないんだけど。いいや。YouTube 登録者数25万。達成したら台湾クリーダーを選ぶ。失敗したらブリブリな服を着て何かする。そして視聴者還元イベントをしましてやらせていただきたいと、はい、思っております。ありがとうございます。というわけで神田間劇場今後ともお楽しみに。そしていつもご視聴ありがとうございます。バイバーイ。